どうも、ザ・ピギーズです。さあ、10月からですね、私たちが全国13カ所を回るツアー、ザ・ピギーズツアー2019イエローが始まります。ツアー初日のですね、10月18日北浦和キャラと、2カ所目の10月21日横浜ベーシスはですね、もうありがたいことにソールドアウトしました。ありがとうございます。お待ちしております。そしてですね、そこから津々浦々全国回りまして、で、セミファイナルが12月の1日渋谷ツタヤオーイーストにてワンマンライブを行いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。本当にこうツアーってバンドが成長するすごくいい機会なので、いっぱい回って最後東京の皆さんに、最後ではないですね、セミファイナルでオーイーストすごくパワーアップした姿を見せたいなと思います。さあ、なんか2人は意気込みとかありますか？2019年も最高にいい年だったって思えるようなツアーにしたいので、皆さんぜひ一緒に楽しみましょう。はい、同じくです。頑張ります。そうですね、12月じゃないよ、2019年の本当にこう総まとめとなるようなツアーになると思うので、本当に私たちも充実した内容をお届けできるように今から準備をしっかりして、皆さんとねバッチリ一体感を埋めたらいいなと思います。各場所皆さんお待ちしております。それではライブハウスでお会いしましょう。以上、ザ・ピギーズでした。バイバイ。